さあ出走だ。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目の騎士アマゾン、十分に勝利を狙えますよ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。オグリキャップ、ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは16番、11番、12番、オグリキャップ上がっていきます。期待通りの結果を出せるか。一番人気シアマゾン、まもなく第4コーナーカーブ、11番快調に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、11番早くも先頭に躍り出た。16番並んでくる。16番と11番序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。先頭は11番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは16番。まずは1周目正面スタンド前に入った2馬身3馬身開いて3番、あとはオグリキャップ、すぐに続いて12番、6番、並びかけてきた。1馬身離れて18番、内を回ります。8番、5馬身差メジロライアン、さらに4番、少し後ろからタマモクロス。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、順位を振り返っていきます。依然として11番、続きましたオグリキャップ、18番、3番手、少し後ろから6番、12番、5番手、その後から16番、さらには3番、タマモクロス、並びかけてきた。その後ろ15番、内から行く9番、あとはメジロライアン、それを見るように17番、内をついて8番、すぐに続いてキシアマゾン、少し離れて4番、2番、並んでくる。後方2番手に1番、最後方7番、11番、先頭キープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、波乱の展開になりそうです。残り 1000m を通過、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身、各馬娘一段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。18番、まだリードをキープしています。キシアマゾン、すごい足で上がってきた。先頭は相変わらず18番、続いてオグリキャップ3番手、キシアマゾン4番手、6番、5番手にタマモクロス、第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いと後ろの子たちは間に合うか。オグリキャップ食い下がる。キシアマゾン強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、速い速い、キシアマゾン足色は衰えない。キシアマゾンリードは9馬身、先頭はキシアマゾン、たまらない。キシアマゾン強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。レジェンドレースを制しました。キシアマゾンの完勝でした。2着オグリキャップ、3着タマモクロス。ざっとこんなもんさ。